星、映らなくなっちゃった。レイミ、ついこの間まで部屋一面に星空が映って、まるで本物の宇宙みたいだったのに。本物の宇宙もこんな風になくなるのかな。ミッシングプロシージャーに滅ぼされちゃうのかな。私たちは本当にそれを止められるの？クロウさんが命を懸けてまで導いてくれたのに。バーカ。えっ、もう何するのよ。止められるに決まってるだろ。エッチ、僕がいて、レイミがいて、そしてみんながいる。僕たちは宇宙でも最高のチームだ。これでミッシングプロシージャーを止められないわけがない。それだけ？それだけって、他に何かあったっけ？もうエッチったら。なんだよ、一体何がおかしいんだ。ごめんなさい、ただなんだかおかしくて、うじうじと悩んでいた自分がね。いつだってエッジは私に勇気をくれる、励ましてくれる。ただそこにいてくれるだけでね。エッチはきっとそれを何でもないようなことだと思ってるだろうけど、だからこそ私はここまで来ることができた、生きていくことができたの。ありがとうエッチ。それはお互い様だよ、レイミ。レイミがずっと陰から僕を支えてくれたから、僕は強くなれたんだ。ありがとう、レイミ。どうしてカルナスはもう動かないのに。きっとカルナスが励ましてくれたんだよ、宇宙を頼むって。宇宙を、宇宙は絶対に守ってみせる。だからエッジ、ん、全部終わったら連れて行って、この宇宙にあるエッジが約束してくれた星に。ああ、誰よりもレイミを一番にね。